キタパン抹茶。研究家の福田純子です。今日は抹茶のいちごショートケーキ中編をお送りします。スポンジケーキの作り方に関しては前編をご覧ください。今日は焼き上がったスポンジケーキにデコレーションをしていきます。パレットナイフと絞り袋を使った基本的なデコレーションはいろんなケーキに応用が効きます。ぜひしっかりチェックしてみてくださいね。ではスタートです。材料のまず紹介です。これは前半で焼いたスポンジケーキ、焼いた後粗熱を取ったら冷蔵庫で冷やしておきます。これは冷蔵庫で冷やしておいてください。はい、であと抹茶とグラニュー糖で生クリームで、生クリームなんですけども脂肪分が、ね、40% ぐらいになるように調整するのがおすすめです。生クリームなんですが、できればこの 42% ぐらいのものが一番デコレーションにいいと思うんですが、なかなかこれ売ってなくて、よくあるのが 30% 台と 40% 台後半で、 35% はちょっとね泡立ちにくいんですね。でも 47% だと泡立ちやすすぎてボソボソしてしまうので、この2つを混ぜて40% ぐらいの脂肪分にして使うのがおすすめです。で、あとコアントロ、これはねオレンジの洋酒です。なかったら入れなくても大丈夫ですけど、入れるとねすごく風味がつくので、ラム酒なんかでもいいです。で、あとこれは抹茶とグラニュー糖を溶かすお湯で、今回はトッピングにイチゴとアラザンを好みで使います。はい、ではスポンジを切っていきます。で、先ほども説明したんですけども、スポンジは切る前に焼いたら粗熱が取れたら冷やしておくとね、すごい締まって切りやすくなります。焼きたてのねふわふわした状態できるのすごく難しいので、ぜひ、冷やしてから切ってみてください。はい、でこれをまあ3枚にスライスするんですけども、綺麗に切るのでなかなか難しいので、私はちょっと秘密兵器を使いたいと思います。これルーラーっていう道具なんですけど、こうやって平行に移動させていくとですね、まあ、すぐ切れるっていう秘密道具です。おお。いや、もちろんなくてこうなるべく曲がらないようにして切ってもいいんですけど、これを使うと間違いなくまっすぐに切れます。はい、こんな感じですごい。はい、いつもこれ使ってるんですか？はい、いつも使ってます。そんな奥の手が。はい、でもなんかケーキ屋さんとかプロの方はみんなこういう平行に切れるものを使ってるから、すごいまっすぐに切れるんで、なんか何もしないでねまっすぐにはなかなか難しいです。なんかちょっと安心しましたね。はい、はい、じゃあ次にイチゴを切っていきます。で、イチゴが大体ね1パック、こういうちょっと大きめの 300g ぐらい入ってるものを使っています。で、これお好みなんですけども、私はこっち側で最近輪切りにしております。で、いちごは何でもいいんですけども、私の一押しはあまおうで、なんでかっていうと中が赤いからです。赤いしね、味が濃いので生クリームの濃厚な味わいにもすごく合います。いちご品種によって結構味わいが違うので、自分の好みのものをね選んでいただくといいと思います。あ、はい、上に乗るいちごを、綺麗なやつをね、6個とか8個取っとくといいと思います。こんな感じですかね。
確かに中切ったら白い時ありますね。そう、それも品種なんですよ、うん、結構なんか玉王は中まで赤いので、いちごってなんとなく切ったら真っ赤ってイメージあるんですけど、そんなことはなくて、うん、物によっては中が真っ白なものもあるので、赤いとね、切った時すごい断面が綺麗なのでおすすめです。で、まず生クリームは抹茶入れるんですけど、必ず抹茶は入れてください。量が多いんです。今日は抹茶はダマになりやすいので直前に振るのがおすすめです。はい、でグラニュー糖を入れます。よいしょ。これも先にグラニュー糖と、ね、合わせておくのがダマの防止です。で、ここにさらにお湯を入れます。半分ずつぐらい。ここで一回滑らかなペースト状にしておくとダマができにくいのでおすすめです。で作るとグリーンなので、それだけでこうクリスマスっぽいお菓子になります。ではハンドミキサーでね泡立てていくんですけど、必ず氷水につけて泡立ててください。生クリームは温度が高いのが苦手で、高い温度のまま泡立てるとね、ボソボソしてきちゃう。泡立てまーす。今どのぐらいですか？そうですね、これぐらい、この少しこう曲がるぐらいが足の形なので、これぐらいだと思います。はい、はい、うん、では塗っていきますね。はい、はい、じゃあで、ここからいちご挟んでいくんですけど、1段目は結構薄く塗ります。なんだろう、糊みたいな感じなので薄く塗ってきます。で、いちごを挟んでいきます。ね、切った時に赤いいちごだとすごい綺麗なんですよ、断面が。かわいい、すでにかわいい、うん、ね、クリスマスっぽいですよね、うん、あんまりね、抹茶といちごだと頑張らなくてもクリスマスっぽくなるので欲しいです。で、生クリームを通していきます。で、これ間に入れるようなイメージで、この隙間をここで入れて、で、少しはみ出ても大丈夫なんで、こんな感じでしっかりと入れてね。で、ここで次のやつ重ねるんですけど、こうなんかちゃんと周り塗るときにきちんと重なってないと、うん、で、あとちょっとこう軽く押さえて、ずれてないようにチェックする感じ。はい、はい、ここでもうずれてると周りに塗るとき絶対に綺麗に塗れないんですよ。で、薄く塗ります。私あんまり得意じゃないんで何がですか？ナッペナッペっていうのはこの、そうです、クリーム塗るのはあんまり得意じゃないんですけどクリーム塗るやつを何回も何回もやってるとどんどんボソボソしてきちゃうので、うん、なるべく少ない回数で塗るのがポイントですね、うん、あと慣れです、慣れ。
慣れ練習してください。はい、はい、こんな感じで塗ります。で、ここでよいしょ、こんな感じで、よいしょ、同じ感じ、同じ感じで、ここはちょっとこう今みたいに、はい、触れば触るほどボソボソしてくるっていう感じ。そう、何回もこうやってるとどんどんボソボソしてきちゃうから、うん、なるべくちょっと多めを取って、うん、感じで、でこうしたら軽く押さえます。そうするとこうムラなく、うん、でこう来たら脇にこうはみ出てるじゃないですか。あ、そうですね。はいはい。これをこう間に、この隙間に入れていく感じで、うーん、余ったやつはちょっと塗って、でこのまま塗ってってもいいんですけど、個人的にはこれを一回冷蔵庫で冷やしといた方が味が馴染むのでおすすめです。あー、最後にこう、最後っていうかここでやるから結構はみ出てても、そう、大丈夫、むしろ大丈夫、ラッキーみたいな、はい、こんな感じで、でこの状態で一回寝かすと結構表面が滑らかになってマットな感じになるので、ここにクリームの後も綺麗に仕上がるんですよ。なのでこんな感じで、ちょっとここの脇をね一回取ると、こんな感じで、また後で置いてありますが、脇を取ると、で、こんな感じで、クリームがですね、で、ここちょっとついちゃってもいいので、こういう感じで包んで冷蔵庫で 2,3 時間冷やすとちょうどいい感じになじみます。時間がないときはね、すぐにやってもいいんですけど、こういう感じでやって冷やしてみてください。この残った生クリームなんですけども、これは残りの仕上げに使うので、ラップをして冷蔵庫で同じように保存してください。そうするとね、今8分だけなんですけれども、これを 2,3 時間置いて時間が経つと、これも7分だけぐらいになってるので、ちょうど塗りやすい感じになります。緩くなってなっちゃうってこと。ちょっと緩くなります。はい。はい。はい。ではデコレーションしていきたいと思います。で、これがですね、2,3 時間冷やしたものです。うん、で落ち着くんですよ。へー。で、ここにじゃあ移して。でも食べた時に絶対に寝かせた方が美味しいので、私自分で作る時は必ず前の日に作っておいて冷やしときます。その方が絶対に美味しいから。周りだけ塗った感じですね。あ、確かに、なんかマットというか、そう、マットになるの でちょっとこれ手ピッてやってもそんなにつかない感じなんですか。いや、つくつきますつきますですけど、なんかこういい感じにコーティングされてる感じで、これが昨日のクリームなんで、ちょうどこんな感じ。ああ、はいはいはい。もうちょい、じゃあもうちょい泡立てます。じゃあここはこの状態を見て、うん、そうですね、8分だけはちょっと硬い、これぐらいでいいと思います。これも8分、うん、これ7分、うん、はい、8分だとこれもうちょっと角が立つんですけど、こう、うん、こう寝かる、寝る感じ、こうはい、はい、これでで、ここはちょっと多めに塗るのが少ない量を塗ろうとすると結構汚くなっちゃうので、上にこう多めにやって、はい、落として、お寿司さんとかもすごい上手なので難しいんですけど感じで、あんまり本当に触らない方が上手です。はい。オッケー。はい。で、これで絞る前に皿に乗せます。皿に乗せてから絞ります。これ結構みんなすっごい綺麗に飾り付けしてから皿に乗せようって言うんですけど、うん、そうすると崩れちゃうので、今ちょっとその
ちょっとだけここ濡れてないところとかあるけど、このぐらいだったらもう気にせずに、まずは皿に移しちゃった方がいいんですか？どんなふうに？そこに塗ります。ただなんかお皿を正面から見た時に全部きれいにしようとすると結構大変なので、うんうんうん、正面から見えるところを特に頑張ってきれいにするのがおすすめです。で、皿に塗る前にこの下の、ね、ところにヘリにクリームがついてると全部ねくっついて持ってかれちゃうので、こういう感じでこう取ってきます。分かるかな、下を引いて、ヘリでペロってやってる、うん、ここでこの辺取って、うん、ここにねクリームがついてこう上に上げるとここの下のクリームに持ってかれて下が剥がれちゃうんですよ、うんうんうん、でこれを見た時にこのお皿に乗せる時のポイントで一番綺麗なところを、ここが綺麗かなと思ったら、こっちから行くんじゃなくて、こっちから、後ろから行きます。こっちが綺麗だから、そう、後ろから持ったんですね。そう。そして、綺麗な面をそのままいいところに着地させます。で、こうすると、後ろはちょっとつくかもしれないけど、前は絶対につかないじゃないですか。ほー。これ結構大事です。なるほど、コツですね、これは。はい、え、後ろはどのぐらいなんかな、このぐらいです。うん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 。で、デコレーションも、この回転台の上でやった方がやりやすいので、ここに拭いて一回、ここに乗せます。じゃあなんか顔を決める感じなんですかね。こっち側顔にしようみたいなのを自分の中で。そう、決めて、正面を触らずに後ろから行って、後ろから、前を置いて後ろから向く。なるほど。絞るのも自分でこのぐらいね、自分でこう、さっき角がこう柔らかく倒れると思うんですけど、ちょっと剥がるぐらいのぐらいにします。はい、今本当に絞ってるとどんどんね手でボソボソになっちゃうので、はい、でこうやって絞り袋はなんかこうグラスみたいな高さのあるものに立てると良いです。で、前にちょっと言うんですけども、クリームは利き手が上です。私右手が利き手なんで、右手が上で左手は添えるだけで、右手で絞り出して左手は添えて場所を自撮りします。では、いきます。クリームをきれいにしまったので、ちょっと大丈夫です。こんな感じで、であとちょっとクリスマスらしくパンダを出していきましょう。40% で、生クリームの脂肪分を 40% 前後に調整すると扱いやすくて美味しい仕上がりになります。パッケージにクリームと書いてある生クリームを選んでくださいね。
生クリームの種類や脂肪分に関してはこちらの動画で詳しく紹介しているので、よかったら参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。ポイント2、抹茶はペースト状にして加える。抹茶はふるってグラニュー糖と合わせて湯を加えてペースト状にしてからクリームと合わせます。こうするとね、抹茶がダマになりにくくて抹茶の色や香りがね、とってもよく出ます。抹茶の風味と香りが良くて美しい綺麗なグリーンのクリスマスのぴったりなクリームになりますよ。ポイント3、手早く作業する。生クリームは氷水で冷やしながら泡立てて、塗る時も絞る時も手早く作業を心がけます。生クリームはいじればいじるほどどんどんね、ボソボソになってしまうのを頭に入れながら作業してみてください。手早く仕上げるのが綺麗なデコレーションのコツです。とはいえクリームを塗ったり絞ったりするのはなかなか難しいですよね。なので後編ではお家にあるもの、パレットナイフとか絞り袋を使わないでナイフとスプーンでラフにデコレーションをしていきたいと思っています。ぜひ後編も楽しみにしていてください。今日も動画を見てくださりありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。久田純子でした。